アウラ・レオポルディーナ・ブロツワフ大学は、ポーランドのブロツワフにある研究大学。1702年に設立され、中央ヨーロッパ最古の高等教育機関の一つとされる。ブロツワフに大学が設立されたのは16世紀に遡る。16世紀にブロツワフの市の委員会は大学を設立し、ウラースロー2世に最下を受けたが、 クラックフのヤギエオ大学の反対により大学はすぐに閉鎖された。200年後の1702年頃新生ローマ皇帝、レオポルト一世がイエズス会の小さいアカデミーを創設し、レオポルトアカデミーと命名した。シレジア戦争でシレジアがプロイセンに統合されると、アカデミーはフランクフルトアンデアオーダーにあったプロテスタント系のビアドレナ大学に吸収された。 1809年に、シュレッシャフリードリヒ・ウィルヘルムズ・ユニバーサタットズ・ブレスラウという名前になっていた大学は、1811年に、ユニバーシテティス・リテララム・ビラティス・ロビエンシスとして設立された。はじめは、哲学、薬学、法学、プロテスタント神学、カトリック神学の5つの学部が設けられた。19世紀の後半に、大学は急速に発展した。 19世紀には、ブレスラウ大学と呼ばれた。この時代国際的に有名な学者たちが抗議を行い、その中には、ベーター・グスタフ・ディリクレ、フェルディナント・コーンア・グスタフ・キルヒホフが含まれる。第二次大戦後、ソビエト連邦がブロツワフを占領し、ブロツワフは、ポーランド領となった。ドイツ人は追放され、大学の図書館の資料は、ドイツ軍が町を明け渡した4日後、 ソビエト軍によって燃やされた。大学の建物の70%は破壊されていたが、修理が行われ、そこにソ連のウクライナ共和国領となったルブフから、名門ルブフ大学のポーランド人教授陣が1945年5月にブローツワフに到着し、ルブフ大学の収蔵物をそっくりそのまま移管して、ポーランドの国立大学、 ブローツワフ大学として1945年8月24日に再建された。レドビック・ヒルシュフェルトによって最初の講義が1945年11月15日に行われた。ありがとうございます。